ベス・フェニックスは、アメリカ合衆国の女子プロレスラー、ディーバ。ニューヨーク州バッファロー出身。身長170センチメートル、体重68キログラム。本名は、エリザベス・コープランド。アメリカのプロレス団体、WWE の RAW に所属していた。ディーバとしては、圧倒的な体格とパワーを持ち、グラマゾンと名乗っている。高校時代からレスリングを始める。 卒業後は、プロレスの養成所でトレーニングを重ね、2001年に、プロレスデビューし、その後は、インディ団体を転戦する。2004年春に、WWE のトライアウトに合格し、下部組織のオビューで活動を開始する。2006年5月8日の RAW において、当時ヒールだったミッキー・ジェームスを強襲し、彼女に恨みを持つ休養というギミックでデビューし、 構想を開始するが、6月にのビクトリアとの試合で、顎を骨折したため戦線離脱する。2007年7月9日にヒールとして復帰する。復帰後は、ミッキーとの構想を経て、女子王者のキャンディス・ミシェルと構想を開始し、10月のノーマーシーで、キャンディスから女子王座を奪取する。 その後王座を防衛し続けるが2008年4月にミッキー・ジェームスに王座を奪われる。この頃から共に活動していたメリーナと仲間割れを起こし抗争するがメリーナの怪我により立ち消えとなった。7月頃からサンティーノ・マレラとの恋愛アアングルがスタートしグラマレラとして活動し始める。 8月のサマースラムでサンティーノ・マレラとタッグを組みインターコンチネンタル・オーザ女子オーザ総取りタッグ戦でミッキー・ジェームスから女子オーザをダッシュしサンティーノ・マレラも IC オーザをコフィ・キングストンからダッシュに成功する11月頃から怪我から復帰したメリーナと再び交想を開始する同時期にベスの大ファンというギミックでデビューしたローザ・メンデスを 従えるようになる。2009年1月のロイヤルランブルでメリーナに敗れ、王座を奪われる。4月のレッスルマニアでのミスレッスルマニアを決める、バトルロイヤルがきっかけとなり、サンティーナとの交想が始まる。その後サンティーナの解雇により交想は終了する。10月12日には、リーバトレードが行われて、スマックダウンへ移籍することになった。 2010年1月のロイヤルランブルではチャイナに続いて女性として史上二人目のロイヤルランブル戦出場を果たす。ザグレートカリーを落下させたが CM パンクに排除される。2月末頃からはイカップリングウィズから移籍していたティファニーがミシェル・マクールらに暴行されているのを救助しベビーターンする。その後マクールの持つ 女子王座に狙いを定め4月26日のエクストリームルールズでマクールに勝利し自身3度目の WWE 女子王座をダッシュするしかし5月6日の WWE スーパースターズで負傷したため14日のスマックダウンでレイラに王座を明け渡しその後怪我の治療のため欠場となる11月21日のサバイバーシリーズでレイクールに襲われていた ナタリアを救助する形で復帰した。2011年4月末に行われた追加ドラフトで RAW に移籍した。2011年8月にヒールターンして、その後、ナタリアとディーバズ・オブ・ドゥームを結成、さらにディーバ王座を獲得し、2012年4月23日の RAW でニッキー・ベラに奪われるまでかなり長い時期王座に居座った。その後数ヶ月。 出番が少なかったが、RAW の運営監督となったビッキー・ゲレロによって急に解雇宣告され、WWE を去った。2017年、WWE 電動に迎えられた。3月31日に、フロリダ州オーランドのアムウェイセンターで行われた、電動入り式典では、ナタリアがインダクターを務めた。グラマスラムカナディアンバックブリーカーリングに入場する、ベスフェニックス。 ありがとうございます。